サバディクラップ、トヨ楽隊か。こんにちは、ジョン楽隊トヨでございます。本日は2024年7月の16日火曜日でございます。火曜日はね、ピンクでございます。はい。で、今日は、皆さんね、もうすでにご存知のかと思います。私もね、何度か投稿させていただきました。タイのビザなしでの、入国の際の滞在日数が30日から60日に伸びましたよということでね、まあ昨日、今日あたり、たくさんの方が、まあこの YouTube でもね、まああと他の Twitter とかの SNS なんかでもね、投稿されています。はい。でね、今回この動画は、まあその件についてのお話ですね。はい。あと、その他に、プラス、タイに関する、まあ交通関係の情報についてお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ではまずね、まあその一番大きな、このビザなしの、お話でございますね。おとついか、14日ですね。14日にね、お話をさせていただきました。この14日の時点でね、この15日から、実施をする法案に、まだ首相がサインをしてない、署名をしてないということでね、これひょっとして7月15日にね、首相が署名するんじゃねえのっていうね、お話をさせていただきました。で、まあ皆さんね、すでにご存知かと思いますけどね。まあ、これが7月15日から実施をされたんですけども、なんとね、さみだれ式に始まったということでね。あるところでは始まったけど、あるところでまだ始まってないみたいなね。まあ、いかにもタイらしいなという感じですかね。まあ、これ日本だったら絶対ありえないですよね。もう日本だったらね、まあ、間違いなくね、事前に、現場の各所に、もう何月何日の何時何分から始めるっていうことをね、通達した上で、もう全国一斉にやるわけじゃないですか。なので、日本ではそんなこと、こんなことはね、まあ多分ないと思いますけど、まあ、タイではね、これ、どうなってんのかな言った通りね、いや、本当に私ね、首相がサインしたのが7月15日だったんじゃないかという気がするんですね。で、7月15日の朝9時なのかわかんないけど、もう朝ね、署名して、じゃあ今からやるみたいなね。そんな感じで始めたのかなっていうね、気がしますよ。はい。で、準備ができたところから実施しろっていうことでは、まあ多分ないと思いますよね。この5月の末に話が上って、で、いろいろな調整とかね、準備とかをしてきて、で、ようやく、あ、じゃあ7月15日、スタートできるということで、7月15日という日付が、日にちが出たと思うので、もう現場ではね、もうすでに準備ができて、で、ゴーサインが出ればもうできますよっていうね、状態にはなってたはずだと思うんですよ、おそらく。だけど、場所によってね、差が出たということは、ね、朝ね、首相が署名して、じゃあ今から始めますみたいなね、通達が行って、その通達命令が届いた現場から順次始めてったのかなっていうね、まあそんな気がしないでもないですよ。まあ、なのでね、早く始めたところがフライングしたのか、遅く始めたところが出遅れたのか、どっちが正解なのかもね、まあわかんないんですけど、どうなんですかね、実態は。はい。でね、まあ多分おそらくですよ、おそらく。まあそれぞれの移民グレの、まあ当然、長っていうのがいるじゃないですか。で、長から現場のね、一番下の人までね、これ命令系統が当然ありますよね。で、ここからここまで行く間の命令系統の、例えばね、トップの人とかがね、朝ちょっといなかったとかね、この間の誰かが、いなくて、下まで伝わるのが遅れて、そこの意味ぐれでは開始が遅れたみたいなね、もうなんとなくそんな気がしないでもないんですけどね、まあ実際のところどうなのかわかりませんけど、で、昨日から始まったので、今日どうなんでしょうかね、今日はもう、おそらく全部のところでね、変更されてるんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、どっちにしてもね、まあ、ようやく始まったということでね。はい。めでたしめでたしなんかな?わかんないけど。はい。でね、いろいろある記事の中でね、私がちょっと一つ見て気になったのがあるんですよ。陸路入国ですね。陸路入国で、まだね、開始されてませんよ。30日のスタンプをされたのが、ツイッターかどっかに投稿されてて、それを、
別の人がなんかリポストしたのを私はどっかで見たと思うんですけどね。国境もどこだったかな、ちょっと忘れました。ノン会議かどっかだったような気がしますけどね。で、このね、陸路入国の場合ですよ。陸路入国の場合、まあ、多分ね、変更されるんじゃないかと思いますけどもね、正直私も陸路入国のね、で、場合は変更されるのかどうか、わかりません。知りません。まあ、実際変更されたとしたら、変更されたんだなっていうね、具合でね。はい。で、これね、誤解してるっていうかね、勘違いしてるっていうか、というよりは、まあ、知らない方が多いんじゃないかと思いますけども、陸路入国ね、これもし陸路入国は変更をされなかったとしても、これ全くおかしな話ではないんですよ。これね、実は、日本人がタイにビザなしで入国できる条件ですね。空路での入国であること。これ条件なんですよ。空路での入国であること、観光目的であること、帰国用の航空券を所持していること。この条件に当てはまる人がビザなしで入国できるんですね。ですから本来ですよ。本来ルール上で言えば、私たち日本人が陸路でタイに入国する場合でビザが必要なんですよ。まあでもね、実際ビザ必要ないですよね。私もね、何箇所、20箇所ぐらいかな、陸路で入国したことあるんですけど、私、まあやっぱりね、旅人だと、目の前に国境があると、もう意味もなく越えたくなるじゃないですか。もう線の向こうに行ってみたくなるみたいなね。はい、ということでね、まあ私の、なんですか、タイ制覇、全制覇みたいなね、目標の一つに、外国人が越えることができる国境っていうのはね、全部越えてみたいなと思ってるんですけども、で、今までね、20箇所ぐらい、この陸路または水路の国境っていうのを越えてるんですけども、で、あと10箇所ぐらいね、まあ、多分まだの越えてない国境があるんですけどもね。はい、なんでね、その20箇所ぐらいのね、国境で、まあ私がね、ビザ持ってないからって言ってね、入国を拒否された国境というのは1箇所もございません。はい。ですから本当は入国できないんですよ。本当は入国できない。規則上は。だけどね、実際にはね、入国できてるんですね。はい。で、しかも、このね、陸路で、入国した場合ね、空路で入、ビザなしで入国した場合は30日じゃないですか。で、陸路で入国した場合も30日もらえるところが多いんですけども、15日しかもらえないところもあります。で、私が今まで入国したその20カ所ぐらいの国境の中で、何カ所だ、2カ所かね、3カ所かありました。15日っていうスタンプを押されたところが。一つはね、はっきり覚えてます。ナコンパノムです。ナコンパノムの、国境でね、橋の上にあるんですけどもね、ラオスから入国してきた時に15日っていうのをね、押されましたね。これね、イミグレの人と雑談し、ね、なんかそんなね、話をね、ビザランとかの話をね、しながらやったので、はっきり覚えてるんですけども。で、その時は、日本からね、タイに行って、飛行機で。で、その時に30日の、滞在許可もらってるじゃないですか。で、その翌々日ぐらいに、ナコンパノムからね、ラオスに渡ったんですね。ですから、その時点で27か28日ぐらいの滞在、期間が残ってるわけですよ。で、渡って、また、ナコンパノムに戻ってきた時には、15日の滞在のスタンプになってるんで、その出国する前よりもね、滞在期間というのがね、短くなってるんですね。はい。まあ、そういうこともありましてね。はい。なのでね、このね、陸路入国の場合は、どうなるかわかんないです。まあ、私も知らないです。なるのかならないのか。知らないんですけど、可能性としてですよ。可能性として、この陸路入国の場合は60日に変更になった、なってなかったとしても、おかしくない。30日のままかもしれないし、下手したら、15日に短縮されるかもしれない。もともと30日という規則がないわけですからね。はい。だから、30日のままである可能性もあるし、60日に延長される可能性もあるし、そもそも30日という、あれ自体がないので、15日になることもあり得るわけなんですよ。これね、ほんとわかんないです。はい。まあね、実際に超えた人が、そのうちね、
ツイッターとかに情報を流してくれるでしょうから、変更ね、延長になったら、延長になったな、だな、ということでね、思っといた方がいいんじゃないかと思います。で、これね、そもそもなんで今回30日からね、60日にね、変更になったというか、っていうことなんですけどもね、やっぱり、先進国っていうか、お金持ち国の人たちがタイに来て、タイで1日でも長く滞在をしてもらって、少しでも多くお金をね、落としてもらいたいためにやってるわけじゃないですか。そう考えたときに、じゃあね、この日本人も含めて先進国の人がね、陸路で入国してきますよ。そういう人がね、お金落としますかっていうことをね、想像をしてみれば、こんなこと言ったら失礼ですけども、そういう人は比較的お金使わないですよね。なので、あえて陸路入国は変更しなかったとしても、これ全く問題ないわけなんですよ。はい。だってもともと、この今回の規則っていうのは、もともとポーサンシップっていう規則があって、それがポーホークシップっていうね、のに変更になったわけなんですよ。で、そのポーサンシップっていうのはどういうルールだったかというと、先ほども言いました、日本人の場合は、空路での入国に限る。観光目的に限る。出国、帰国用の航空券を所持している。これが条件だったわけなんですよ。ですから、陸路入国の場合は、もともとが、そのポーサンシップの場合の、ビザなしの条件に入ってないわけなんですよね。で、そのビザなしの条件、ビザなしの場合の期間が30日から60日にね、伸びたわけなので、もともとそのビザなしの条件にね、入ってなかったところが、ね、同じように変更されなかったとしてもね、これ全く問題ないわけなんですよね。はい。ということでね、気をつけてください。先ほども言ってた、私知りませんよ。どうなるのか。どうなるのか知りませんけど、あくまでも、そういう可能性も考えられますよ、ということでね、該当する方は注意をしておいていただきたいと思います。で、あとね、もう一つ、今回の件に関して、私ね、何回かツイッターとかでもね、見たことがあるんですよ。このね、60日になると、タイでの銀行口座が作れるようになる。というお話でございます。で、なんでね、そういう話になるかというと、外国人が、タイのね、銀行口座を作るときの条件で、タイでの滞在日数、有効のね、認められた滞在日数が30日以上ある。ということが条件の一つであるんですね。ということで、今までは30日の、滞在日数だったわけじゃないですか。ビザなしの場合は。なので、入国した日は30日の滞在期間が残ってますよね。ですから、入国してその日のうちに手続きをすれば、それは、その条件に当てはまったんですよ。翌日以降になるともう29日とかしかないので、もうアウトということでね。で、それが、結局60日伸びるということは、早い話、タイに行ってから1ヶ月以内に手続きをすればね、条件に合う、ということですよね。で、ただね、これもね、どうなのかなと思うんですけども、そのね、30日以内の滞在、日数が必要ですよ。残存のね。なんで30日って決められるのか、たのかですよ。私はわかんないですけどね。じゃあそのね、30日というね、この絶対数に、何らかの合理的な理由があるのかどうか。例えば何かの手続きをするのに30日間かかりますよとかね。そういうことで30日ということでね、決められているのかというとね、おそらくそうではないですよね。多分、ですよ。私が思うに。今まで私たちビザなしで30日だったじゃないですか。滞在期限が。あとね、短期のビザ。短期のシングルのビザも30日有効というビザが多いですよ。ですから、この30日というラインが短期滞在者か、長期滞在者か、その境目が30日だったんですね。ですから、多分30日っていう数字が出てきて決められたんだと思うんですよ。でも今回それがね、60日になりました。60日になったら、今度ね、その短期滞在者と長期滞在者の、その境目っていうのはね、60日になるわけじゃないですか。ただこれもちょっとおかしな話なんですけどね。私たちビザなしで60日、
滞在できるようになったんですけど、ビザ取って入国する人はね、逆に3人しかね、入国、滞在できないとかね、まあそれもちょっとおかしな話、というかねじれ現象みたいに今なってるんですけど、まあそれが今後是正されてるのかどうなのかわかんないんですけど、ただ、短期滞在者が60日、ということになったということは、そのね、銀行口座を作る要件の中に、この30日っていう日にちが60日に変更される可能性も、これはね、否定できないですよね。うん。まあ、これも私知りません。なるのかどうかわかりませんけど、可能性としてはね、なったとしてもおかしくないですよね。ですから、まあ、もしね、そのタイのね、銀行口座作りたい、と思ってる方ね、もうこれでね、60日に、滞在期間が延長されたからもうこれからは安心だみたいなじゃなくて、早めに作っといた方がいいんじゃないかと思います。こう気づかれて変更されちゃったら、ね、60日になっちゃうのでね、今んとこは、それが変更になるとかっていう話は多分出てないので、しばらくの間は大丈夫だと思いますけどね、これいつ気づかれて変更されちゃうかわかんないのでね、じゃあね、来年行った時に来年変更しないやと思ってると、もうその時には60日に変わってるかもしれませんのでね、その点はね、気をつけて早めにやりたい方はやっていただいた方がね、今のうちね、やっていただいた方がいいんじゃないかと思います。で、まあ実はね、これね、そうは言っても、延長っていうのができたんでね、今までも、ノービザで30日無条件でもらえたものが、それが延長30日手続きすればね、延長できたので、まあ正直な話ね、その延長手続きだけすりゃ全然余裕だったんですよ。なんでこれからもね、まあたとえそのね、期限が60日以上って伸びたとしてもね、今60日もらって、そっからね、手続き、延長手続きしてね、伸ばせばいいだけの話なので、まあ早い話、そのね、延長手続きに、かかる費用、現在だと1900バーツです。1900バーツを、まあ、払うか払わないか。まあ、それだけの問題なのでね。まあ、本当にね、本当にタイの、銀行口座ね、欲しいって思ってる方であればね、1900バーツ、まあ、今で言ったら8000ちょっとですか。まあ、8000ちょっとぐらいの金額だったらね、別に払えない金額じゃないと思いますのでね。逆にね、むしろね、いや、そんな8000円払いたくないと思ってるぐらいの方だったら、もう私別にタイの銀行口座作る必要ないんじゃない？と言って正直思いますけどね。はい。ということでね、まあ、作りたいと思ってる方、早めに、ね、手続きされた方がよろしいんじゃないかと思います。はい。では次ですね。先ほど言いました。あとね、2件。今度は交通関係のお話をさせていただきたいと思います。これはね、どこだったかな？クルンテープトラキットに出てたのかな？クルンテープトラキットに出てたんですけど、エアアジア X。日本からね、タイに行くときにエアアジア X 利用される方も多いかと思います。このエアアジア X、今、バンコク側の発着空港はね、スワンナプム空港でございます。これが、10月1日からね、ドンムアン空港に変わるみたいですね。はい。ということでね、まあ私も今回初めてこのエアアジア X をね、利用する予定なんですけどもね、まあ私にとっては最初で最後のスワンナプーム空港に、なるような気がします。で、もともとね、エアアジア系っていうのはね、ドームワンだったわけじゃないですか、スワンナプーム空港ができて、一旦ね、すべての民間航空機、航空会社というのはスワンナプーム空港に移転をいたしました。で、その後、またね、ドンムアン空港再利用することになって、まあ、主に LCC 系というのがね、スワンナプーム空港からね、またドンムアン空港に戻りました。で、それ以来ね、エアアジア系というのは、まあ、基本的にドンムアン空港だったんですよ。なんでね、なんでエアアジア X がスワンナプーム空港にね、変わったのかちょっとわかんないんですけどもね、まあ、それがね、スワンナプームからドンムアンにね、戻るということなのでね、まあ、どうなんでしょうかね。スワンナプーム空港の方が便利な方とか、どうなんでしょうかね。まあ、実際多分、ドンムアンの方がいいんじゃないですかね。スワンナプーム空港の方がバンコクの都心まで、エアポートレールリンクで、電車で1本行けるじゃないですか。まあ、でもね、ドンムアンだと、ね、1本では行けないのでね、まあ、その点が不便ですけども、
ただね、街にはドームアン空港の方が近いので、タクシーで行くんだったらね、スワンダプームよりドームアンの方が、まあタクシー料金にして50バーツぐらい安いしね。まああと、スワンナプー、あと、エアアジアからエアアジアに乗り継いで、タイの国内の他の都市に行くとか、まあ隣、あの近隣のね、国に行くとかっていう方もいらっしゃるじゃないですか。まあそういう方はね、ドームアン空港、同じ空港でね、乗り換えることができますのでね、まあ逆に便利になるんじゃないかなと思います。スワンナプームからね、ドームアン移動するとね、まあ結構不便ですからね、乗り継ぎ時間もどうでしょう。もう私だったら、6時間。うん。あの実際には4時間ぐらい見とけば、乗り継ぎ問題なくできると思うんですけど、まあやっぱり何かあると怖いので、まあ私だったらね、まあその、乗り継ぎだったらね、6時間ぐらいの時間はね、見てね、予約をしますよね。はい。ですからね、まあこれがね、ドームアン空港で乗り継ぎをね、できるようになるっていう方が、まあむしろ便利になるんじゃないかなと思います。あ、でもあれか。パッタヤとかね、行く人はね、困ると思いますけどね。ですからね、パッタヤに遊びに行く人にとっては、まあこれ、一大事なのかな。はい。と思います。なのでね、ひょっとしたら10月1日以降の予約とかもうしてる人とかいるのかな？パタヤ行くつもりで、エアジア X 予約してる人ね、もうすでに。ちょっと気をつけてくださいね。まあ、あとこれから予約する方も、そうですけども、スワンドブームだと思ったらドムワンなるみたいですのでね。はい、ご注意ください。はい、で、最後の話題でございます。もう一個ね、交通系の話題でございます。はい、こちらはですね、鉄道の話題でございます。タイ PBS がね、報道してるニュースを紹介をいたします。タイ PBS っていうのはね、テレビ局なんですけどね。で、このような、記事を紹介をしております。バンコクからラオスのビエンチャンまで直通列車が走るようになります。今週か、7月19日からね、走るようになります。で、この週末かな、13日と14日にね、シミュレーションしたのかな？実際、人とか乗せてね。うん、試運転みたいな形でね、走らせてみたみたいですね。で、その時の、これ多分写真で、なんか乗客みたいな人とかね、映ってるのでね、たくさん。なので、実際乗せてみて、どんな感じになるかっていうのを、多分やってみたんじゃないかなと思うんですけども。でね、それがね、実際ね、この19日から、まあ、正式に、まあ、運行されるということになります。で、今までですね、今までは、もうこのね、タイとラオスを結ぶ鉄道っていうのはあったんですね。で、ただし、タイ側の国境、ノーンカーイから、もうね、国境越えてすぐぐらいのところですよ。タナレンですよ。対岸にあるところ。もうそこにね、ほんとちょっとの間をね、ちょこちょこっとね、列車が2往復走ってたんですね。で、それが、伸びましてね、ちょっとね、一応ビエンチャンって言ってるんですけど、ビエンチャンの街の中からまだね、結構距離があるんですけども、今までのタナレンよりは、まあ、ちょっとね、近くなった、ビエンチャン、正式な駅名はカムサワートかな？カムサワートという駅まで伸びます。ということでね、まあ、今までは、ノーンカーイとね、タナレンの間だけね、国際列車が走ってたのを、バンコクから直通で夜行列車が、このビエンチャン、カムサワートまで走るようになります。で、ですよ。問題はここからですね。その列車、快速列車でございます。今までもバンコクからノーンカーイまで走っておりました。でね、今までというのは3等座席車と2等座席車だけがついてたんですね。まあコロナ前はね、3等寝台とかもついてたんですけどね。で、それがこのね、延長運転をされることによって2等寝台車、が連結をされるようになります。その2等寝台車の車両が何かと申しますとね、もともと日本でブルートレインとして走ってた寝台車でございます。この車両がね、連結されるんです。当面の間は、まあ、将来的にね、ずっとそのブルートレインが連結されるのか、どっかで変更になるのかわからないので、これ乗りたい方はね、早めに乗っといた方がいいと思いますよ。はい。まあ、とりあえずね、しばらくの間は、このね、ブルートレインのね、車両がね、連結されてるんです。もう今日本では乗れないですからね。もうね、私たちの年代だとね、まあやっぱり若い頃ブルートレインね、乗ってて、うん、また乗りたいなって思ってる方って多いと思いますしね。あと逆に、ね、若い方だと、
もういい年になった時にもう日本からブルーテレン消えてて、乗ってみたいって思ってる方もね、いらっしゃるかと思います。ですからそういう方ね、乗ってみてください。で、この列車ね、快速列車でございます。時刻が、クルンテープアピュアット駅、出発するのが夜の、何時だっけ ?21 時25分でございます。で、ノンカイに、7時55分に到着しまして、ビエンチャン、カムサワ到着が、9時5分でございます。で、帰りが、ビエンチャン、カムサワ出発が18時25分。で、ノンカイ、うどん谷なんかを通りまして、クルンテープアピュアットが翌朝の7時30分でございます。はい。なのでね、まあ、これ全区間ね、乗って、ラオスに行くのもいいですし、まあ、あとはね、例えばブルーテイン乗りたいんだけだったら、バンコクから、ウドンターニーまでとかね、ノンカイまでとかね、タイ国内だけね、乗って利用することもできますのでね、うん、いいんじゃないかと思います。ちなみにね、金額、ここね、貼っときますけどね、後で。はい。バンコクからビエンチャンまでの料金でございます。下の、ね、下の段、下段のね、寝台車。これでね、874バーツ。で、上の上段寝台ですね、784バーツです。ですから、874バーツ。円安になったと言っても、どうでしょう。4000円とかぐらいですよ。ね、すごい乗り得ですよね。日本だったらね、仮に今まだブルートレインが走ってたとしても、まあ、多分2万円ぐらい払わないと乗れないと思いますよ。でもね、これがね、もうタイに行くと、このわずか4000ぐらいでね、このブルートレインの車両にね、乗れるということなので、まあ、ほんとね、ブルートレイン好きの方、ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。で、ちなみにですよ、今までね、さっき言ったかな、今までこのね、ノンカイと、ターナレンの間をね、2往復だけしてたんですね。で、今度、またバンコクから、ビエンチャンまで1往復、往復直通でするじゃないですか。で、もう1往復どうなるか。もう1往復は、このね、ビエンチャンと、ノンカイを越えて、まあ、ノンカイ2、経由しますけど、ノンカイ越えて、ウドンターニーまで、1往復列車が、できます。ですから、このね、ウドンターニーと、ノンカイ、ビエンチャンの間はね、2往復走るんですね、今までと同じように。で、そのね、もう1往復ですよ。バンコクから直通する以外の1往復。ウドンタニで折り返しの。これは、このね、ブルートレインの入った同じ編成が、ね、こう行ったり来たりするんですね。ですから、寝台じゃなくてもね、このブルートレインね、乗ることができるんですよ。ちなみに、寝れないですけど、寝れないですけど、多分空いてりゃね、横になってガーンってね、寝転がることができると思います。で、二等座席車としてね、このブルートレインの車両も運用されます。その昼の列車はね。で、値段がいくらだったかな?ちょっと忘れましたけどね。まあ、確か100バツぐらいですよ。400円ちょっと。500円もしない。ワンコインですよ。はい、そのワンコインでね、ブルートレインの車両乗れるということなので、まあ、本当にね、これ乗り得列車じゃないかなと思います。はい。ということでね、まあ、本当にね、皆さんね、ぜひ、利用してね、まあ、できたら、バンコクからね、寝台車として利用するのがいいですよね。で、この東北地をね、ウドンターニーとかね、ノンカイとか、まあ、皆さん、ぜひ、旅行していただきたいと思います。まあ、できたらね、ラオスとかもいいですよね。ラオス、このね、円安の、このご時世でも、ラオスキープは、円安以上にキープ安みたいなのでね、この今の円安時代でも結構ね、ラオスなんかお得みたいですからね。私最近行ってないのでわかんないですけど、まあそういう話みたいなのでね。うん、ラオスも、まあたくさんの方、どんどんね、行っていただければいいんじゃないかと思います。はい、ということで、今日の動画はこれで終わらせていただきます。ご覧いただきましてありがとうございました。コクマカ、サワディークラップ。